はい、皆さんこんにちは、ワネルギルフィジです。では今回は、三国志14曹操のプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、長安まで一気に、攻略したということで、今回はですね、まず長安の占領を進めつつ、董卓亡き後、その勢力を継いだ婿殿牛歩が今天水に入っているので、この天水の攻略、さらに牛歩軍のね、もう一つの都市になっているこの安定で、もう一つね、実は牛歩が持っているこの最後の都市漢中、ここをね攻略していきたいと思います。で、城陽はもうすでに今攻略中で、落ちるのは時間の問題なので、残された牛歩軍4つの都市、この攻略を順次進めていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。まずは何はともあれ長安周辺の制圧と、牛歩がいる天水の攻略ですね。これを最優先でやっていきます。ここに来てね、いよいよ武将の数が足りなくなってきているので、とにかく武将を1にも2にも優先して採用していきたいですね。お喜びください。いや、本当に純育と書くか、優秀がすぎますね。任せておけば間違いがない。僕が差配するよりも圧倒的にいいプレーをしてくれますね。さあ、捕らえた武将は全員、そう、全員登用します。まずは1個、魅力79、政治72、この辺りは使えそうですね。あとは課金か。課金も今や我が軍の捕虜になり下がったんだな。ちょっと一人ずつせっかくなんで見ていきますか。課金、まあ、能力はね、政治、知力、申し分ないですよね。まあ、できれば、一芸あるなしに関わらず、まあ、全員、登用していきたい。今は、さっきお話したように、武将の数がとにかく足りないので、なんとしても、欲しいですね。都市。なんかこの流し目結構好きかもしれないな。ね、都市。このような。慰めを受けるなんて。いや、まだ何もしないんだけどね。魅力がもうちょっと高くてもいいんじゃないのって感じはするけどね。そして、陽光。統率が67、武力70。うん。で、陽帝。このあたりもね、もう本当に、凡庸中の凡庸と言っていいと思うんですけど、その凡庸な武将であってもね、今はとにかく欲しい。そういう状態ですね。で、陽白。で、全員。お、陽。全員失敗してんじゃねえか。そしたらもう全員捕虜だ。いずれ、味方に引き入れるために。聞いてください。さて、長安に向かって牛歩軍って言ってるのは、この、李宿の3000のことかな。まあ、李宿3000であれば、容易に撃破は可能かな。であれば、これは何と言っても、曹操で潰しに行きますか。ね。敵がやってくるようであれば、これ曹操で迎え撃つ。いや、曹操で迎え撃つでいいのか、本当に。であれば、加工トンを出して、確実に潰しに行った方がいいな。今なんと言ってもね、曹操は占領任務中ですからね。みんな行くぞ。お、イベントがある。これは見ていきましょう。あ、そうだ、その前にちょっと設定でイベントの自動送りのスピードを、今でも自動メッセージ送り、それでも遅いになってるんだ。これ手動にしましょう。少しイベントが早すぎて見づらいかなと思ったので、
ここはせっかくイベントが発生するのであれば、イベントをじっくり見ていきましょう。ちょっと待ってね。さっきのイベントが見れなくなっている?いや、そうなんだよね。そういうのあるからね。主義経験が1000増加したんで、これ主義レベル上がるんじゃないかな。だー、まだ上がらない。残念。では提案を受け入れていきまーす。もう今や曹操はね、董卓九歩軍を破って一気に、この三国志の中で最も勢力の高い、大きい勢力になりましたからね。では参ります。ここはこの勢いのままに一気にこの天下の実権を握っていきましょう。で、今長安の方には兵糧とお金と兵の輸送も行ってますので、それが完了し次第ですね、使者がお待ちです。先ほど話した天水の攻略戦ですね、これを始めていきたいと思っています。で、牛歩からは3名の解放か。名品があれば考えてもよかったが、お断りいたぞ。聞いてください。そうすると、ちょっと今、花崗豚が足が止まってるな。もうちょっとサクッと来てほしいとこだけどね。で、探索の方は、長安だよな。長安に武将それなりにいたと思うので、この長安にいる、浪人たちを、何としても、行ってまいります。引き入れたい。で、外交の方は?今、使者となる武将がいない。ちょっと次のターン外交しっかり見ましょうね。陳宗が取られそうだな。まあ、取られても、体制に影響はないですね。修正を誓おう。修正を定めます。全員が全員。我が曹操の、配下となってもらいたい。これ、上陽の攻略が完了かじゃん。ちょっと見ましょうね。違う。陳宗が取られるな。袁紹と曹操が倹約になったか。まあ、ただ、今となってはもう、袁紹とことを構えても構わないので、あえて、このまま放置しましょう。ご確認ください。で、いいよね。四方八方敵に囲まれるのは嬉しくないですが、袁紹とはもうすでに、険悪になっているのであれば、あえてその袁紹と、再び、よしみを通じる必要もなかろう。まあ、ただね、袁紹の方は強いからね、武将がね、まあ、劉備が滅んだ時にその一派を引き込んでるので、まあ、関羽、張飛、まあ、さらには、張雲なんかも引き込んでる可能性ありますからね。このあたりは本当に要警戒。まあ、常陽は攻略済みだね。であれば、常陽を攻略した部隊が、この次、関中を攻めてくれると思うので、ほっときましょう。で、武漢はもうこのまま、王子だな。前回イゼルローンの話しましたけど、関所の両端を同じ勢力が持っていれば、あえてそこに攻撃を仕掛ける必要もないでしょう。
では、このまま進めましょう。注意しなきゃいけないのは、知らないうちに天水とか安定からね、牛歩軍の増援が来ているというのに気づかないままいると最悪曹操が出てるので、曹操が捕まって捕虜になって処刑されるパターン、これが一番怖いパターンなんで、それだけ、注意します。出発いたします。ではしばらく時間をザザッと進めていきます。はい。では、長安にね、人、物、金、揃ったので、出陣していきます。まあ、すでに先遣隊という形で、曹操、加工トン出てますんで、まあ、それに、習う形で、部隊を出していきます。あとは、連携が発動できる人がいいからな。連携発動系で言うと、このあたりかな。甲冑。この辺りまで出していきましょう。で、あとは、統率が高い人を上から、考えあたりも出すか。久しぶりにね。で、魚鱗の陣。転移体は、同じく魚鱗の陣。加工園はどうする？遠距離攻撃させる？あんまり突出させても、全員同じ形で行っても微妙だからね。遠距離攻撃にしましょう。で、観覧隊は、突撃隊という形かな。これでじゃあ天水を攻めます。で、ちょっと気になるのが、炎章との戦いに、まあ、各家に任せてあるので、問題はないと思うんですけど、いかんせん優秀な武将はね、軒並み、曹操の、直進というか直縁というか直縁っていうと完全に帝徳の決断の話になっちゃいますし、ちょっとねこの直前まで帝徳の決断の収録をしていたので直縁なんて話してしまいましたが、曹操の元にね入れてるので、武将の質で言うとどうしてもね曹操の方がまあ有利というか集まってる状態なので、まあ各家の方にはね、その戦闘向きの武将がいっぱいいるかというと、まあ、決してそういうわけではない。いいですね。まずは天水安定と順番に攻略を進めていきましょう。まあ、総計して5万以上の軍を出しているので、まあ、十分に天水撃破できるとは思っています。聞いてください。で、必要に応じて5詰めも出せますからね。まだまだ。ふふふ。いいだろう。ではまた軍をね、進めていってしまいまーす。特に有利な状況なので敵の後方をかく乱したりとか。敵のね、補給を断ったりとか、兵站を断ったりとか、まあ、そういうことも必要ないと思いますので、ご了承していきます。
報告いたします。はい、天水攻めしてるんですけど、ここでまあ、なんとなんと牛歩軍の長賀が動き始めているので、これこのまま野放しにすると後方を撹乱されてしまう恐れがあるので、これをねちょっとなんとか早めに対処しておきたいなということで、加工トンを迎撃に向かわせます。ちょっと遅かったかもしれないが、まあ、ちょっとここはね、遅すぎるという状態になる前に手を打っておきましょう。天水の攻略がこのまま進みます。天水の牛歩軍をね撃破しちゃえば同じですからね。なんとか先に天水の制圧が完了。牛歩を捕らえたか。死んでもらおう。処刑。やめろ。やめてくれ。いやー、これでも完全にこちらの思うがままだな。多い。21歳女。魅力72。悪くないね。加油もいいね。まあ、ちょっと今怪我しちゃってますけど、武力、統率、まあ、申し分ないでしょう。というところですね。まあ、こんだけの武将が全員、もしね、入ってくれれば、もう、まあ、申し分はないかなというところですかね。まあ、全員入ってくれる、ことにはならないかなとは思うんです。お！旅霊記。架空の人物。呂布の娘で父親譲りの武勇を誇る。マジか。13歳、16歳だね。じゃ、ちょっと能力見ますか。あー、武力70、統率69。まあ、これからの、ね、あれ次第では、12人の土用に失敗とか言って。ほぼほぼ失敗してんだ。じゃあもう全員捕虜だ。さあ、そしたら、天水攻略しましたので、拠点を天水に移しましょう。これでこのまま安定を狙って関中を攻略できれば、炎章との戦いに集中できますもんね。じゃあこのまままずは安定、そして関中と、攻略を進めていきたいと思います。また時間を進めていきます。そしたらですね、牛歩の後をついた東卓の弟ドーピンの軍が呂布を抱え込んで、また我々を脅かしつつあるということと、あと関中からも軍が出てきているので、二正面作戦になりますが、これ一気にケリをつけに行きたいと思います。出陣していきましょう。まずは関中から出てきている部隊を一気に仕留めて、返す刀で安定を攻める。まあ、そのパターンでいきたいと思います。軍の規模は最大規模でいきたいんですが、バランスよくいきたいので、割り振りはちょっと慎重にいきましょう。本当はね、しっかり能力が発揮できる規模で、ね、決定していった方がいいかなとは思うんですけどね。じゃあまずは攻撃を仕掛けていきます。呂布の軍は一旦兵を引きそうなので、まずはね関中から出てきている軍を傭兵館まで押し戻しましょう。で、炎章との戦いはまだ本格化していないようなので、このままね
各家に任せておいて先に安定を攻めたいと思います。これでもう東卓のね息のかかった勢力を一掃していくと。いや花公園早いわ、めちゃくちゃ足が速い。武漢を突破しましたね。これでさらに呂布を大軍で囲めるので、呂布を再び聞いてください捕虜にして今度こそ我が配下へと迎え入れたいけど、どうかな。呂布は一騎打ちがあるからね、そうそう一騎打ちやめてほしいな。大丈夫かな、使者がお待ちです。そこだけ心配の種かな。いやー書くか、すごい、ありがたい。大将軍に上りましたね。もう曹操がこの三国志の中心的存在になったのは間違いない。あとは呂布を撃破だ。ご確認ください。このままいけば問題なく呂布を撃破できるんで、その勢いのまま安定で攻め込みましょう。じゃあまたここからね進めていきます。何とか呂布の撃破をすんなりいけば問題ないですよね。これで安定を今攻略完了しました。安定の制圧完了。ドービー死んでもらおう。こんなところでで例によって全員登用。呂布がどうかな、登用に応じてくれればいいですけどね。失敗、呂布を再び捕虜にするか。波動レベルが5に上がった。 OK だ。ご確認ください。さてそしたらあとは漢中ですが、今巨長が攻めようとしているので、ここはもう巨長に任せちゃいましょう。まあ、9000の兵、傭兵館に25000。うわ、関所に結構兵入ってるね。白水館にも2万。まだ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 時間はかかるかな。まあ、ただもう都市としてはね漢中だけなので、うまく漢中を攻めればこれで終わりかなっていう、感じはしますね。はい、ではちょっと長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、まあ、次回はもう東卓というその存在をこの世からなかったことにしようというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。